枚食べましたけども、じゃあかぐやですよ、ごちそうさまでした。かぐって歩いたし、うん、はい、どうもペースお願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、というわけでいきや、何年越しよ。できるできると噂されながら、どうせできないんでしょと思ってたらできました。できました、南モール。南モール、もうなんかもう連日大混雑みたいなんですけど、うん、今日もだから満車満車で ね、 すごいね、ようやく入れましたんで、早速中見ていきたいと思います。さあ、ちょっと一周してきました。はい、はい、いろんなもん売ってたね。欲しいもんいっぱいあったな。ニコマジであのなんかマットというかクッションみたいなの欲しかったんですよ。はい、マットすごい欲しい、ふわふわのやつ。これあのバッグ欲しかった。あとソファーも気に入ってたよね。これいいな、硬さがちょうどいいなって言ってね。ですが、ちょっと今日は買わずに。そうだね。最後に出るとスウェーデンの食べ物が売ってるコーナーがありましたので、ちょっと買ってきました。はい、パン。パン。パン。あと飲み物もね。うん、これ、これピンクグレープフルーツ 100% ジュース、うん、超美味しそう。これちょっとよくわかんないけど、なんだろう、オーツミルク、オーツミルク、オーツ麦の豆乳的な感じなのかな。結構人気だよね。オーガニックジンジャーエールだ。ジンジャーエール、ジンジャーエール、へえー、すごいぞ。 3,4 回反転させるんだけど、振らないけど混ぜるってことで、そう、そうらしい。オーガニックだから、なんかあれなんかな、粒々とか入ってるの、生姜の、生姜の粒々入ってるんでしょ。例えづらいな。麦茶と牛乳を割った感じ。豆乳とは違った、うん、だいぶね、言い方あれだけど薄い感じ、さっぱりしてて飲みやすい。あー、なるほどね、うん、もう間違いないですよ、ピンクグレープの 100% なんて。美味しいよね。ジンジャーエールも美味しいですよ、間違いない。ジンジャー感すごいよ。たぶんそこまでじゃ抑えられてると思う。でもしっかりジンジャー感ある。鼻にガスッと抜ける感じじゃないから、すごく飲みやすい。じゃあパンチいただきます。はい、行きますか。これクロワッサン、サクサク、パリパリ。いやでもなんかふわふわな感じね。カトカリーなハグはうまそう。それはな、何で何こうなってるんですよ。こうバタープレッツェル。あ、バタープレッツェル、ガトリッツェルじゃない、ガトリッツェルじゃない。はい、うん、触った感じはあ、プレッツェルか。わざわざ巻いてあった部分から、すっげーいい匂い。パン、固め固め、フランスパンみたいな。こちらはこれはドーナツで、かわいいね、うん、ポップな感じ、子供が喜びそう。結構お子さんが食べたいって。ほら、おお、なんか入ってた、バターか、びっくりした。あ、そうなの、すごいところ、うん、味変、なんかぬるぬるって出てきた、びっくりした。おお、あ、なるほど、ここにいるんだ、多分。ナイススティック。ほら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 、バターね、チーズとかでバターアップレッツェルだからなんだかだから、バターに違う。本当だ、へえ、面白いね。味もまあバターだよ。そうか、チョコとスナックも買ってきましたけど、どうします、食べます、いくらでも食べられる、後で食べる、後で食べる、生配信とかで食べる。あー、いいね。スウェーデンのお菓子類は後でお持ち帰りして生配信で食べたいと思いますので、楽しみだな。実はですね、僕たち毎月第1木曜日の22時半から生配信もやっております。もしかしたら知らない人もいると思うんですよ。そうだね、月1だから。あと公開になってないんで、
後からちょっと見づらい場所に置いてあるんで、もしかしたら知らない方もいるかもしれないですけど、改めてお願いします。面白いです。ソフトクリーム、いただきます。名物っぽいって。安くないこれ。うまい、うまい。プラントベースって書いてあったからさ、なんだそれ。ミルクじゃないんだ、牛乳じゃないんだ。植物のプラント、じゃないのかな。うん、別に違和感ない、何も違和感感じない。普通に美味しい、普通に美味しいソフトクリーム。うまっ。でもあっさりしてる。これが何だったの。 安売りなのかな。元からあんな安いのかな。ね、50円。プラントベースソフトクリーム50円。信じられない。50円だったら来た人全員買った方がいいんですか。結果見は結果見やけど、でも十分じゃない。10円ですごい。10円だったらね。はい、じゃあ続きまして、はい、ホットドッグと、うん、ベジドッグ。ベジドッグでトッピングありなしが選べたんで、トッピングありにしたらセルフでピクルスとフライドオニオン、自分の好きなように乗っけてねみたいな。こちら、ベジドッグが赤キャベツとフライドオニオンっていうちょっと難しいやつです。この紫の赤キャベツ。そうですね。で、島倉さんがこちら、はい、ハッシュドポテト。一番好きな揚げ物だというのを、まあ、一番好きな揚げ物がね、同率帯でいっぱいあるんですけど。ベジドッグって何だろう。ね、野菜がいっぱい入ってるよっていうこと。どういうことかな。肉は入ってるよ。ウィンナーはあるんじゃない。ウィンナーないんだ。これがさ、肉が入ってるかどうかよ。なるほど、ね、大豆みたいな中身がね、かどうか。こんだけトッピングして味じゃ分かりません。酒屋の舌をもってしてもらう。お、紫キャベツ、赤キャベツ、味付けがしてあるの。ピクルスみたいになってる。ピクルスみたいな、漬物みたいな。しば漬けじゃないです。しば漬けじゃない。でもまあしば漬けだと思ってもらえば。こっちはもう本当にオーソドックスうまそうね。なんかスウェーデンとして、この有名らしいね。ホットとかミートボールとか。2階のレストランは一番なんか推してるのがミートボールっぽかったですね。ミートボールかもな。サーモンがって書いてあったかな。うん、このお土産品というか持ち帰り用の食品売り場のところにもサーモンとかミートボールとか売ってたんで。じゃあハッシュドポテトも。色感がすごい強い。細かめにマッシュしてあった。さあ続いて、はい、はい、明石焼き。明石焼きじゃねえんだな。ベビーカステラ。これもなんかプラントベースって書いてあったから。書いてあったんで、うん、おそうか。どう違うのか。甘い香りが。普通にさ、元から小麦じゃん。ソフトクリーム、プラントベースだから。元からベビーカステラ、ね、牛乳とかじゃないの。ああ、なるほどね。全然わかんないです。普通に美味しい。普通に美味しい。めっちゃうまいけど。すごい。だからミートボールとかも全部なんかプラントベースのものがバージョンも用意されてる。あ、そうなんだ。肉じゃないのかな、ミートボール。これも肉入ってないから。肉は入ってねえ。もともとベビーカステラタコも入ってない。明石焼きじゃねえんだよ。今回10個入り買ったけど、5個入りとか数選べたんで、1個単位でも買えた、ね、1個20円、そうなんだ。安い。はい、というわけで、はい、美味しかった、うん、いっぱい食べましたけど、じゃあ、かぐやですよ。ごちそうさまでした。かぐって歩いたし、うん、でも食べ物もあるから。まあまあまあ、レストランもあるし、はい、うんうん、広かったね。かぐはまあ当然ですけど、いろんなのが売ってて、まあね、なんかカラフルね、うん、高い好きそう、全体的に。さ、その順路ってなってさ、うんうんうん、うね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 ってさ、うん、今どっち向いてるかとか分かんないの。分かんなくなるね、広いからね。広い。でもちゃんと順路がさ書かれてるし、こっち近道だよとか、こっち行くと戻れるよとかって書いてあるから、うん、まあ分かりやすくはなってるね。すぐ帰ろうと思っても帰れない途中で。そうね、帰りたいって。なんか結構あとお安いのかな。まあ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 。確かに、あ、このソファー、あ、3万円ぐらい買えちゃうのみたいなのがね、うん。普通に酒井ソファー買いそうだったもんね。
からここまでいるソファーってそんなに服屋じゃねえんだからさソファー10個も20個もいらねえんだよ。そうですね、まあ、あとはそのインテリアのものだったりとか、うん、食器だったりとか、うん、食器だったりとか観葉植物だったりとか、あそう、ね、キャンドルだったりとか、あとぬいぐるみとかおもちゃみたいなのね、めっちゃありましたね。子供向けのやつもあったりしましたんで、あとはキッズルームみたいなね、うん、ありましたんで1時間無料かな、うん、なので お子さんをちょっと預けつつお母さんお父さんはゆっくり買い物できると。そうね、お前の子供預かった返してほしければ1時間後に来い、普通に返してくれよ。ダイリリスウェーデンの食品もあったり、うん、あとはその場で食べられるものもあると、うん、あると、うん、僕たちが食べたソフトクリームとかホットドッグとかは外の窓口からも買えるんで、うん、中まで行かなくても、うん、それだけ食べに来るっていうのもしかしたらあり、まあ美味しかったしね、うん、全然ありですね。50円ですねソフトクリームでね、外には看板が、はい、群馬県が誇る新井圭一先生の、はいはいはい、ありますので、はい、ぜひ来てみてください、はい、こちらの住所を言っていただきましょうか。そのないんじゃないかな。ないことはねえんだよ建物がある以上住所はあるんだよ。だってスウェーデンにはない、ね、群馬のやつ来たから。もうスウェーデン領じゃないの。スウェーデン領ではないと思うよ。大使館ある。僕たちこ あの敷地内に入ったからあれじゃない、亡命扱いじゃないの。パスポートとか使わなかった。違うんすか。ユニクロとかね、住所あるっすか。こっちにコストコがね、うん、あるところあるね。住所出しておきます、ここにね。お願いします。はい、まあ、エバシシなんとかなんとか、ね、イブラヒモビッチみたいな感じ。スウェーデン、はい、スウェーデン領だった、ね、本当に。はい、ということで今回は前橋にオープンしましたイケアに来てみました。はい、この動画良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。笑う。